じゃあ、はい、はい、3連戦の振り返りがやってきました。はい、お疲れ様です。今日は事務所ということでね、はい、今日は看板やちいちゃんはお休み、お休みです、ね、スタッフマー君がお相手です、はい、よろしくお願いします、ね、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ早速いくかな。はい、行きましょう、はい、セリーグからね、はい、こうなってます。はい、はい、どうなってますか。はい、巨人と中日が、あれですね、1勝1分け、はい、まあ、中日がね、中日がね、はい、はい、ヤクルト対 DeNA が3勝0、はい、0敗、はい、で広島対阪神が2勝1敗ということですね、はい、ね、はい、まあ、DeNA はこれ3連勝したということで5割復帰したということで、ね、そうそう、で今季ドイツカード3連勝は初めてということでね、はい、はい、阪神が 2勝1敗で今貯金7と、そうです、いう状況になっております、はいはい、ということで、ちょっと巨人中日から、はい、巨人山崎伊織堀田で、中日は、高橋宏と小笠原というね、はいはい、まあ、2枚看板できたと言ってもいいと思うんだけども、まあ、初戦1対1、うん、ね、まあ、0-0 で迎えた7回ワンアウト後、まさか田中美希也プロ初ホームラン、なあスライダーを、で山崎伊織っていうのは初被弾、今季ね、はい、ホームランを打った、ね、高橋宏斗もう完封しちゃえみたいな、うん、まあ、そんな勢いで応援してたんだけども、まあ、その裏丸内野安打、はい、でダイソーに重信、はい、で盗塁を絡め、犠牲、あの犠打で送り、バントで送り、はい、まあ、吉川が、同点の犠牲フライという、はい、ね、でこの時に高橋宏斗変えてるんだよ ね、 そうですね、7回にね、はい、7回の、まあ、6回で変えたのか、はい、で、まあ、7回から始まる打順を見た時に左3枚、ね、あの並ぶんだよね、はい、だからまあ左ピッチャーはなかったのかなっていうような、うん、まあ、そんな感じはまあしたけどもね、はい、でもこの試合は結局決め手に変えて1対1で終わる、はい、でちょっとね順不動、あ、まあ、5回、うん、一死満塁、うん、ね、岡本三振、坂本ライトフライという、うん、ね、まあ、岡本のボールっていうのはインサイドのあれは厳しかったわあれは難しいです、あれは、まあ、ファールで逃げようとしたけどさ、やっぱ逃げられなかったな、うん、もう差し込まれてた、はい、で、あの坂本のライトフライは惜しかったけども、うん、ちょっとずらされてるな、うん、まあ、このチャンスを逃したという、はい、ね、で6回中日、はい、上林三塁打、はい、細川フォアボール、うん、ワンアウト1三塁、はい、ビシエド初球打ってゲッツー、うん、これでまたストレスが倍になったという、あれインコース待ってたんですかね、ビシエド選手。いや、だから山崎よりっていうのはシュートピッチャーやし、はい、一番強い、自分が得意とするボールから入ってきたよね、はい、でビシエドが待ってたところは、待ってたとしたら自分が一番弱いところを待ってるという、で相手の強みと自分の弱みで勝負したら結果はこういうことになるよねって、いや、そしたらこっち捨てて我慢して真ん中から外待てんかったかなと思ってさ、そうですね、だからもうイージーなゲッツだったもん、坂本選手ルンで走りましたよ。いや本当だよな、鼻歌が聞こえたような守備をしてました。で6回、ね、その裏、はい、岸田二塁打、うん、ノーアウト、うん、二塁、ね、そうですね、ここ萩を遅れずというそうもったいないですね、もったいないね。で10回でバルドナードツーアウト1、3塁、うん、バッター岡林、はい、いや俺ここでな、もうね、その前も岡林が三振してチャンスをものにできてない、で左ピッチャーで、バルドナードっていうことを考えるとフォースボークっていう、 まあそういうこともできなかったかなっていうようなね、で、まあ、あのチャンスを潰すという、はい、で11回岸田ヒットノーアウト、ね、はい、萩を送れず、うん、またで、カード分けを送る、うん、でこれでもう2アウトや、はい、で代打長野、うん、まあ、当然申告敬遠で重信と勝負と、うん、ね、捉えきれなかったという、はい、まあなんとも、まあ、両軍こうチャンスがありながら、うん、まあ、ストレスのたまるゲームをしたなというね、11回表もね、中日大島選手が完全中日のバウンド初球打って、その後ね、加藤選手のバスターでダブルプレーみたいな、そうだな、
だからノーアウトランナー一塁に出て代打大島、うん、大島ぐらいだったらやっぱりカウントを作ってエンドランとか、うん、なんとか引っ張って1、3塁作るとか、うん、これを簡単に初球に手を出して、そうですね、レフトファウルフライ、うん、まあこれも痛かったな。その時動ける田中美希也選手がね、一塁にいたってことで、いやそうなんだよ、ベンチもいろいろ多分考えてたと思う。いや考えてたと思うけど、初球打たれてアウトになったら何にも手が打てないというさ、はい、で加藤がゲッツ打つという、はい、ね、バスターから、はい、まあしょうがないね、はい、で1対1で引き分けという、うん、で2試合目、はい、4対2で中日が勝つと、はい、ね、小笠原が投げて点は取ってるみたいな、ね、巨人の丸が先頭打者ホームランで、はい、まあ、先制するというね。で3回にはワンアウト2、3塁から岡本が犠牲フライで2対0、まあ、難しいね、ちょっと抜いたボールをすくってね、はい、あの犠牲フライにしたけど見事だったね、このバッティングは、はい、でこの日ね、坂本が2番、はい、5番に岸田で、このチャンスの時にジャイアンツの岡本と勝負行ったけど岸田で勝負行かなかったんだなと思ってさ、うん、まあ、岸田も前日に2安打してるからやっぱそういう状態を見てかなっていうふうには思ったけどもね、うん、はい、まあ、満塁にしてもいい場面だったかなとは思うんだよね。確かにね、はい、ここで坂本さん3回ぐらいにツーベース打ってるんで、そうだな、単独に、はい、あと30何本やな、そうですよ、立浪監督までにな、はいはい、で6回2アウト後、うん、ね、堀田もそれまですごくいいピッチングをしてた、うん、ね、6回2アウト後田中にフォアボール、福永に連続フォアボールという、うん、で2アウト1、2塁で俺ここでもうピッチャー変えると思ったんだよ、うん、でも阿部監督の中で堀田を一人前にしたいと、うん、で自分が蒔いた種は自分で刈り取ってこいというようなメッセージもあったかなと思ったんだよね、はい、で細川タイムリーで、ここで今日この日5番に入ってたカリステが逆転の2塁だ。いやカリステはいいね。で小笠原に44イニングぶりの援護点が入ると、どこまで点取ってなかったんやっていう感じだけどもさ、はい、まあだから投手交代がちょっと遅れたのかなっていう、まあ、巨人サイドはね、うん、でもカリステがよく打ったよね、うん、でカリステって昔広島にいたソリアーノっているんだよ、ヤンキースで1番に入って、はい、多分ワールドシリーズかなんか取ってる、広島からヤンキース行って、なんかその選手にちょっと被るんだよね俺は、打ち方とか、うん、だからこれから安定的に使ってほしいなっていうのが俺の気持ちです、はい、はい、続きましてヤクルト対 DeNA、はい、小川、小沢、高橋奎二、うん、で DeNA はケイ、ジャクソン、石田、はい、ね、1試合目、まあ、DeNA が完封リレー、うん、ね、3試合勝ち目がなかったケイが、まあ、2勝目、まあ、非常にコントロールよく、まあ、球数はちょっとね、多くかかったけども、まあでも8回120球、4安打、8三振、1四球。で、この試合、まあ2回、牧野代役に入ってた林が先制の2点タイムリー。で、3回は佐野、宮崎のソロホームランで、まあ4対0になるんだよね。で、丸山がベンチ外、代わって浜田が代役で入るけども、まあちょっと結果が出せなかったという。で、これはやっぱ代役の差が出ちゃったかなっていうようなね。まあ丸山も非常に調子が良くて、1番をね、務めてたけど、この日は浜田が務めてたけど、まあ出塁することができなかったというね。まあそれよりも、やっぱこう先発した小川、5回87球7安打4失点という、まあゲームを作れなかったかなというね。まあそんな感じがしました。はい、で2試合目、小沢、ジャクソン2対1 DeNA で4回筒香のツーランで先制、これね早めに追い込んでたんだよね筒香に対して、でツーボールツーストライクから真ん中のストレートを打たれるというね、うん、その裏村上がライトへ三塁打、まあ、サンタナのセカンドゴロで1点を返すけども、まあ、この時の筒香の守備もちょっとひどかったけどね、
今日会ってきましたよ。おお、そうですよね、井田君行かれてましたから今日。三浦監督に言われてた。あ、お前2点取ったけど1点やってるからなみたいな。ね、まあ、そういう冗談も交えながら、すごくチームの雰囲気は良くてですね、うん、で7回裏、長岡二塁打、ピッチャーはこの回から山崎で、浜田が送り、代打川端。ね、ここだよ、インサイドの厳しいボール、まあボールっちゃボール、ストライクっちゃストライク、その審判の癖によって取るか取らないかだね、このボールは。でもやっぱり投げた方を褒めるべきかな、こういう緊迫した相手の代打の切り札が出てきた時にね。で見逃しの三振で、続く山田、ファーストファールフライ、まあ、なかなかこうチャンスがものにできなかったな、この日はね、ノーアウト2、3塁もあった、まあ、長岡、浜田の ところにねチャンスが回ってきて、サードフライ、空振り三振というね。だからチャンスをものにできなかったな。でジャクソン、6回84球6安打1四球1失点で、小澤6回105球4安打2四球2失点、小澤に勝ちがつかない。これなぜかって思うのは、やっぱ筒香を先に追い込んでて、やっぱ打たれた球はど真ん中なんだよね、インサイドに狙わせたのがシュート回転して、まあ、あそこでやっぱこう間違えてると、なんかこう勝ちは転がってこないかなっていうような、そんな感じがするよね、うん、それと DeNA の方は K ・ジャクソン、この2人が連勝してくれた、まあ、いいピッチングをしてくれたっていうのは今後でかいね、うんうん、で K は多彩だしさ、ジャクソンはボールに力が戻ってるしさ、はい、だから非常にいいピッチングだったなっていうふうには思ったよね、うん、で3戦目、高橋奎二、石田、はい、4対3ね、DeNA、 この日オースティンが、筒香が、まあ、高橋奎二と、まあ、今日話聞いたらもう人工芝で体バリバリだって言ってたんだよね、うん、あ、やっぱり向こうはあんまり人工芝ないからさ、で天然芝と人工芝ってやっぱ足腰に負担が来るから、はい、まあ、それもあって今日ちょっとお休みで外れた。その代わりにオースティンが4番、ね、桑原を2番に入れたというね、まあ、初回そのオースティン、まあ、いきなり結果を出して、まあ、海老名がセンター前ヒット、まあ、オースティンがタイムリーというね。で立ち直ってきたんだけども、高橋奎二がちょっとフラフラしながらもね、で2回3回というふうに、まあ、ゲッツー、まあ、三者凡退ということで、まあ、リズムに乗りかけたんだけども、まあ、4回オースティンスライダーをバカでかい、なんか爆発音がするような当たりで、レフトスタンドで叩き込んだというね。で続く宮崎もフェンチョクで、山本がセンター前ヒットで、大和が犠牲フライで、まあ、2点を取るというね。だからまあ試合から言えば、このオースティンのホームランで立ち直るきっかけはなかったな、高橋奎二の。だからやっぱり強烈なパンチを食らったっていうような、ダウンして立ち上がったけど目の前フラフラやって、なんかそんな感じがしたよ。しかし7回、村上サンタナ連続ホームラン。村上の時のシフトが左ピッチャーの時は全部左に振ってるんだよね。で、1、2塁間ガラ空きにしてんのよ。それが分かってるから、村上がこうずっと引っ張りに来るんだけどさ、引っ張らせない。その石田の状態も良かったんだけど、このホームランだけはやっぱ甘く入ったね。でも逃さなかった、まあ見事なホームランだったよ。で続くサンタナもホームランということで、このぐらいからちょっと試合の流れがね、ちょっと変わってきて、で8回、俺はこの回に捉えると思ったんだよ。だけどもうポンポンとツーアウトになっちゃったからさ、あれどうなったんだろう、試合の流れってあるんだけどなとか思いながら見てたら、長岡がやっぱツーアウトからしぶとくセンター前で出てくれた。で山田がつないだ、村上がセンター前で1人返した、サンタナデッドボール、ツーアウト満塁、打点王、ね、オスナーに回ってきた。
難しかったな。スリーボールワンストライク、次のボールを待つか打つかっていうのがさ、すごく難しかったと思うんだけど、オスナが今現在打点王で、伊勢が投げてたんだけど、ね、伊勢の顔色がなかったんだよね、もう。そしたらもう勝負に行くのは全然悪くないんだよ。でもオスナの気持ちの余裕からしたら、一球もう一球待ってフルカウントにしても面白かったなって。だから打たれたら逆転、見逃してボールを見逃したら同点というシチュエーションを作ったら、はい、伊勢がもっと動揺したかなっていうような、だから上から目線で見逃せばどうだったんだろうっていうのがあったよね。汗もびっしょりでしたからね、そうそう、伊勢投手、うん、でもオスナはオスナでやっぱ勝負ごとで引いたらいかん、打ちに行く、これは悪くない。まあ結果的にはね、ファーストフライになった。でも流れはもう完全にヤクルトだったんだよね、まあ、しかし9回、まあ、木澤に変えたんだよね。で森、先頭バッター守備から入った森が9番に入っていて、まあ、レフトオーバーのツーベース、はい、で海老名がもうね、バントが下手なのかな、右打ちが出てたんだよ。それをもう詰まりながら右打ちして、あ、見事なバッティングやなと思ったら、桑原が初球センター前ヒットで、まあ2点差になったんだよね、うん、ここの1点っていうのは守っていて、もうがっくりくる1点だったな、まあ、見ててもこれで終わったっていうふうに思ったけど、まあ9回はまあ元気なく、まあ、ヤクルトがね、まあ、3人で片付けられたという試合だったね、はい、まあ、DeNA の三浦監督ね、交流戦に入るまでに絶対5割で入りたいと、まあ、借金を持って入りたくはないと、まあ、これで5割を達成し、まあ、あとは広島戦を残すだけだけども、はい、まあ、なんとか5割でいけそうな雰囲気があるよね、はい、でヤクルトはもうちょっと早く攻撃を仕掛けないとな、ちょっと攻撃の仕方がちょっと遅いなっていうような感じがしました。牧選手がちょっと怪我で離脱しちゃってますけど、この試合は大丈夫そうなんですかね。あ、牧はね、聞いたけど、まあ、大事を取ったと、うん、だから10日かって聞いたら、10日では、まあ、10日っていうことはないかもわからないけども、まあ、でも長引くと困るんで、本当にやっちゃったら、だから、まあ、完全に直してあげますと、はい、でも今日見てると、全く感じさせなかったね、迫力あるわ、あそこの打線は、はい、あ、まあ、宮崎も体が切れてきてるしさ、はい、守備の反応も良かったしね。はい、で筒子がおるやろ、佐野も当たってるしね、佐野も当たってるし、で海老名がいいし、はい、で山本もいいし、はい、だからまあ結構今状態的にはまあ、2位の広島とは明日から当たるけど、はい、まあ、楽しみな一戦になるよね、はい、はい、まあそういう試合で3連戦でした。はい、はい、最後広島阪神、床田森下八だ、はい、ね、で 阪神の方は村上、大竹、西勇輝という、はい、ね、試合目6対2広島、ね、防御率1位2位の対決、まあ、当然投手戦を予想したんだけども、ちょっと意外な結果になった6対2というね、うん、まあ、その中でその防御率通りに投げてくれたのが床田、7回3分の1117球6安打2四球、まあ、1つのデッドボールの2失点というね、まあ、やっぱこうゲームをしっかり作るし、まあ、6点も取ってもらってるんで、この2失点というのはちょっと気が緩んだかなというね、まあ、そんな感じもしたよね。で問題は村上、5回80球9安打5失点という、まあ確かにうまく打たれてる部分もあるよ、まあ、初回野間のタイムリー、高めのフォークボールね、野間が上から抑え込むようにして1、2塁間に持っていった、これもやっぱ技術が高いなっていうようなタイムリーヒットだったんだけど、まあ、2回、林がタイムリーというね、3回は、末金バックスクリーン、これもフォークボール、スリーランホームランで、まあ、大体もこの防御率を見るとさ、このホームランで、まあ、決まるという、まあ、ことだったんだけども、まあ、岡田監督もご立腹でね、村上に対しては対策してないよ、まあ、対策してないと、何を考えとんやと、入る球も気をつけんかいと言うけども、まあ、一番の問題点は俺変化球が甘く入ってるのを全部捉えられた、うん、こういうのはちょっと大きいよね、うん、
でやっぱ半速球ですごく棒球になってるから、だからまあ捉えられたと思うけども、まあ広島側からすると、まあ、末金がねやっぱこう覚醒してるという、まあ、そういうところを考えると非常に大きなスリーランということも考えるしね。で8回ね、反撃を見せる阪神だけども、まあ大山ノイジーに回ってきたけども、まあつながりのある打線とは言えなかったということだよね。まあこの試合は見てた人、まあ防御率の1位に床田と村上、もうなんか緊張感ピーンと張り詰めた投手戦になるのかなと思ったら、ちょっと意外な結果になってしまったというね。そうですね。はい、はい、で2試合目、はい、2対1阪神、うん、その前日まであんまり当たってなかった大山、うんね、先制タイムリーで、3回には大山の犠牲フライで、まあ、2点、そのホームを踏んだのが近本、2得点大山2打点という、ね、やっぱこう強い時は近本大山こういうのが必ずセットとして、まあ、得点と打点に絡んでくるというね、まあ、だから強い勝ち方っちゃ強い勝ち方、まあ、昨年のね、まあ、匂いがしたような勝ち方だったんだけども、まあ、森下も惜しかったね。7回113球6安打7三振2失点という。で大竹7回94球4安打、無四球無失点というね。やっぱ無四球っていうのがいいね。でこの試合のね、俺の最大のポイントはこれ接戦になってるから、8回桐敷左ピッチャー行った。で9回岩崎、これも左行った、はい、ね、で結局広島の強みである左バッターたちを封じ込めたということだよね、岡田監督がベンチに、はい、で最後に松山を代打で持ってくるんだけどもさ、はい、まあセカンドゴロで、試合終了と、うん、やっぱりね、なんていうの、岡田監督が広島が警戒してるのはこういう競った時のやっぱベンチにいる人間まで、ベンチにいる人間までね、やっぱ気にしてると思うんだよ。でそれは松山なんだよね、はい、だからこの試合2対1で勝ってきてる、でずっと来てる、あ、まあ9回に1点は返されるんだけどさ、2対0で来てる、で松山を出さないようにしてる、だからここら辺がやっぱちょっとねポイントだったかなっていうような感じがするよね、はい、まあ、最後危ないシーンで、まあ、一打逆転サヨナラっていうことも考えられるシーンは広島強いから作ってきたんだけども、まあやっぱこの左をこう持ってきたっていうのが、まあ、勝因の一つかなっていうふうには思うよね、はい、で3試合目、はい、2対1、はい、ね、この日もまあ1回ね、2番中野ライト前ヒット、ね、盗塁絡めて、3番森下が三振、まあ、しかし4番大山がライトに先制タイムリーという、やっぱ大山が当たってきてるっていうのはすごく心強いし、まあ、これからちょっと推進力が出てくるかなっていうような感じがするんだよね。で3回表、1番近本センター、2塁打、2番中野がデッドボール、3番森下フォアボール、ね、4番大山ノーアウト満塁だったんですね。ノーアウト満塁、はい、ノーアウト満塁だよ。4番大山ファーストファーブフライ、マンダーズになってノイジーだったんですね。ノイジー543ダブルプレー、はい、まあ、ここら辺が、まあ、今年の阪神らしいっちゃ阪神らしいけどね。そうなんですね、うん、だから大山がここら辺でねパカーンと二塁打とかホームランとか振ってくれると、なんかもう一気火星にいけるんだけどもさ、はい、まあ、阪神がもたついてるところっていうのはこういうチャンスで、まあ、大山打ち出したけどもね、うん、まあ、ちょっと仕上げという部分で爪が甘いかなという感じがするよね。で4回裏、はい、ね、5回裏チャンス作るけども、まあ、無得点という、はい、ね、広島もね、ここは反撃をしようかな、まあ、まあそうだな、やっぱり西勇輝投手のやっぱりこのコーナーですか、ね、やっぱり西は安定してるな、はい、でやっぱコントロールがいいのと、はい、高さをなかなか間違えてくれないというところがいいよな。そうですよね、はい、で7回表、はい、ね、ノーアウト西の打順で前が代打、ね、これピッチャー堀江投手ですね。そうだね、左が出てきた、はい、そしたら代打の代打ミエセス、はい、ミエちゃん、ミエちゃん、ね、
でフォアボール、はい、ね、でワンアウト、はい、近本選手が交代して、うん、はい、で2番中野、ね、ファーストゴロ、はい、ね、一塁坂倉が無人のファーストへ送球しちゃうという、そうなんです、まあ、内野安打になったというね、はい、これを投げちゃってね、で2、3塁になっちゃって、はい、でまあもちろん堀江投手から矢崎投手、矢崎に変わって3番森下センターへ犠牲フライで2対0というね、はい、まあちょっと内野安打にはなってるけど、ちょっとミス絡みでね、はい、まあ坂倉もまあ急にファーストやるっていうのはまあ難しいけど、やっぱこう状況見ないとな、しっかりね、感覚でやられるとちょっと困るというね、まあところもあるし、でも坂倉が一塁にでも使いたい、相澤を使うけど一塁でも使いたいっていうぐらいバッティングの状態っていうのが、まあ、坂倉が上がってきてるっていうのはね、うん、非常に心強いことだけどもね、はい、うん、はい、で2対0になって8回裏、まあ、ノイジーが守備で貢献してたのがエラーして2対1、まあ、2対1になったと、はい、ね、まだ昨日のようなね、スコアになって、まあそうだよ、あれなんかなみたいなね、で9回裏、まあ、矢野と石原が連続ヒット、ね、ワンアウト一三塁、はい、いやーこれはもう同点で終わるぞ、同点になるや、まあ、延長だって思った時に、ね、松山が、ね、代打松山がダブルプレー、まあ中野うまかったな、うまいっすよね、やっぱりね、なんて言うんだろう、松田で守りづらいよ、そうです、ね、あ、だけどやっぱりこう足がよく動いてたしね、まあちょっとでもなんか握り損ねとかあったらもう終わりだったけど、同点になってたけども、まあ両方ともね完璧になって、ショートもね、まあゲッツーで、まあ2勝1敗、まあ阪神が勝ち越したというね、まあ初戦村上で本当は岡田監督はね初戦取りたかったと思うんだけども、まあそれで取れなくてゴリップだったんだけど、まあ支えたのはやっぱり4番の大山だったね、結果的にはこの3連戦見ると、うん、はい、まあ、ロースコアで終わってるけどもね、まあ、大山がやっぱちゃんとした仕事をしてくれたということが良、まあ、かったのと、はい、まあ、なんて言うんだろう、坂倉をいいと思って使ったのから水が漏れた広島、うん、ちょっともったいない試合だったね、難しいですね、やっぱりバッティング使いたいし、まあそうだな、平川さん前澤使うべきとか、まあ、今日は石原ああ、そうだな、そうだな、やっぱりいいキャッチャーがいっぱいいるっていう状況なので、まあまあそうだな、やっぱり新井さんも言われてましたけど、いやこれはねもう仕方ないよ、うん、バッティングを期待してね、ただちょっと心配なのは小園が落ち気味になってきたということ、バッティングが、あ、ちょっと状態的にはまあ疲れが出てくる頃かなっていうふうに思うし、うん、だからこう踏ん張りどころだなと思ってさ、うん、まあ、交流戦前に DeNA と当たるから、だからここら辺でどういう勝負をするのか、はい、やっぱもう連敗になっちゃったからね、広島頑張らないとね、はい、まあ、こういうの季節は終わっても終わらせないようにしてください、はい、というセ・リーグでした、はい、はい、では続いてパ・リーグいきます、はい、パ・リーグはこうなりました、はい、日本ハムとオリックスが2勝1敗で日本ハム、はい、で西武対ロッテが2勝0敗でロッテ、はい、でソフトバンク楽天はもう2勝0敗でソフトバンクと、はい、ね、試合になりました、はいはいはい、ということで、はい、まずは日本ハムオリックスからいきますぜ、はい、よいしょ、はい、山崎幸也、はい、福島、上原、はい、ね、オリックスはエスピノーザ、カスティオ、高島、はい、ね、1試合目5対4日本ハム、まあ、オリックス、2回ワンアウト後紅林のフォアボールから4連打、まあ、そういうつながりを見せて3点を先制、これは止まらない、これやばい日本ハム、これはいかんと思って西川がまたライト前ヒットを打った、でファーストのマルティネスがちょっと触った、打球が死んだ、あ、これはいかんと思ったら万波がレーザービーム、やばいぐらいのボールだったね、でランナーも西野、はい、これは足も決して早遅くはない、これを刺して3点で食い止めてくれたっていうのがすごく大きかったね、で3回裏、はい、日本ハムは中島タイムリー、う
郡司タイムリー、はい、でなんとこの日から上がってきた水谷、うん、SNS で新庄監督が使いますみたいな、これが同点タイムリー、期待に応えるというね、本当なんか新庄監督見てるとさ、自分の我が子を見てるみたいに、もうお願いしますみたいな、そんな感じで見てたけども、まあ、本当に期待通りの、まあ、活躍をしてくれたね、はい、で4回伏見を一塁に置き、水野が左中間に、あの小さな体で、あのエスコンの左中間にツーランホームラン入れるかねっていうぐらい小力あるし、あれは反対方向飛ぶんだよね。そうですね、面を返さないであっちの方に押し込むから、やっぱボールが飛んでいくというね、はい、まあ、見事なホームランだね、うんうん、でこの日1番に入った中島拓也、今季1番に入るのは初めて、まあ、1打点1盗塁とか、まあ、2安打打ったのかな、この日は。4打数2安打。そうだね、はい、だから非常にいい活躍を見せてくれたし、まあ、万波のレーザービーム、まあ、ほんとチームを救ったし、なんか相手の勢いを止めたよね、あれで。そうですね、で水野のツーラン、この小力の強さ。そうですね、で水谷、これがまたね、起用に応えるという、はい、で山崎福也5勝目という、うん、でやっぱ3点取られながらもやっぱりね粘り強いわ、うん、で万波に感謝もしてるだろうと思うけども、はい、あれで止めてくれて、また次の回ダラダラっていうピッチングをするかなっていうふうに思ったら、やっぱしっかり投げてくれる、あ、こういうことがやっぱこうチームの輪を強めていくんだろうなっていうふうに、まあ、思うよね、うん、だからまあ本当にこの日は中島が1番に入ったり、ね、水谷がね5番に入ったりとかして、まあ、大活躍をしてくれたけども、やっぱ使う選手使う選手が使われた喜びをだから結果で表現してくれてるというね。そうですね、まあ、そんな感じがして本当に心強い試合を見たよね、はい、まあ、この日からね、残念ながら今川選手が2軍に行っちゃったという。そうなんだ、今川ちょっともう落ちません、死に物狂いでしがみつくって、だからなんかちょっとな、頑張れ、またね、チャンスはあるから、はい、ね、頑張ってほしい、はい、はい、で2試合目5対4さよなら、うん、ね、まあ、3回マルティネスのタイムリー、4回タミヤソロホームラン、はい、見事だったねこのホームランも、うん、7回万波松本のタイムリーで4対0、あ、これは今日先発の福島が8勝利かっていうふうに思いましたよ、はい、ね、しかし8回オリックス広岡太田のヒット、はい、連続ヒットね、山足のあたりをマルティネスがエラーしちゃうんだよ、ただノーアウト満塁になっちゃった、うん、ね、で1番に戻って福田、川の付近に来た、いや当たったでしょって、ね、堀だったんだけどピッチャー、はい、左のね、いや当たってないと審判は、はい、リクエストでしたね、まあ、リクエストで当たってたら、はい、ね、まあテイクワンベースの、はい、テイクワンベース一つと、まあおそらく危険球退場になってたんでピッチャー変えられた、いやいや違いますと、そしたら2ボール1ストライクから満塁ホームラン打たれて、いやどっちが良かったんだろうみたいなね、そういうなんかこう複雑な心境になるような感じがしたんだけども、まあ8回裏その裏4対4に追いつかれて、これはもう勢い的にはもう絶対オリックスだよね。そうですね、8回裏タミヤセーフティーバント、起点が効くなこの子は、ノーアウトから内野安打で磯本のバント森がエラーするんだよ、で続く上川端がバントで送りワンアウト2、3塁、はい、やっぱねちゃんとした仕事ができてんな、送るとこはしっかり送るという、そうですね、うん、で細かい野球もできてる、で水野、ね、ライトライナータミヤが飛び出したタッチアップできずみたいな、はい、あれみたいな、で新庄監督も頭抱えてたけど、まあこれはねギャンブルスタートだったんだよね、だから振ったらゴーなのよ、で飛び出したらものすごいいいライナーだったから帰ってきたんだけど、そこから走ってたんじゃもう遅いんだよね、あれがちょっとでも上がってくれたらさ、タミヤの足だから
戻ってタッチアップできたんだけども、あのライナーはなかなか難しかったな。だから指示をどう出しとくかっていうのが、まあ、非常に問われるようなシーンだったけども、やっぱり1点を取らないといけない場面だったんで、まあ、ギャンブルを出してたよね。で4回の満塁ホームラン、タミヤがこれタッチアップできず無得点に終わった、はい、あもう完全に終わったと思ったよ日本ハムは。ああこういうことをやってると流れが変わるなっていうふうに思ってたんだけども、10回、はい、ね、山足ライト線へのヒット、うん、あこれツーベースやと思ったら万波やばい刺したよ。いやそれもこう反転して勢いをつけて投げるんだったら勢いつくけど、こう整体して取ってこのまま投げたからね、あれで山足をアウトにできるんだから、完全にツーベースとツーベースっていう風に思ったんだけど、まあ、それからやっぱり流れがこう変わってくるんだよねまたね。で10回裏野村 J、はい、ね、三塁打喜んでましたよ。いやいや俺あんな J の姿見たことないわ。もう本当に気が出てたというか、出ましたね。でダイソー、はいね、それはもうしょうがない。でタミヤがきっちり犠牲フライで、まあ、サヨナラ勝ちという、なんかね今年のやっぱり日本ハムの強さを象徴するかのような、まあ、試合だったかなっていうふうに思うよね。そうですね、はい、はい、で3試合目、はい、ね、今日です、はい、今日は何対何だ。9対3ですね。9対3ね、はい、まあこれはねもう上原先発チャンスもらってんのに、ね、1回3分の1 58球8安打2四球、6失点、まあちょっとな、まあオリックスもさそらね、昨年のチャンピオンチームだからそれ黙ってないよ、ね、で1回表、まあ、5連打で3失点って、で2回表、ね、ヒットフォアボール、まあ、そんな感じで満塁、はい、で森友哉タイムリー、ね、4対0、はい、で上原から鈴木に交代するけどももうその勢いが止められないよ、はい、もう2回終わった時点でも6対0ですから。まあそうだね、うん、だからまあこれ、まあ、チャンスもあるんだけどさ、4回裏一矢満塁、そらね力が出ないよなかなか、うん、これにねオリックスはブルペンでということで、ね、高橋、まあまあそうだな、リリーフ陣がつないでいくんですけど、はい、上原投手めちゃくちゃチャンスやったんですけど、まあそうだ、ちょっとね、うん、もったいなかった、まあ、マルティネス選手がね3、まあ、スリーランを打ってくれたのがね、まあ足を運んでエスコンに足を運んでくれたあの唯一のね、うん、まあ、支えというかファンの心が少し苛立ってたのを落ち着かせてくれたかなという、まあ、シーンだけども、うん、まあ、その中でオリックスが森友哉がちょっと当たってきたかなっていうのはね、はいはい、まあ、4打数2安打の2打点かな、もう一投手ですね、ね、で若月もホームランを打ったりだとか、そうです、ただその日本ハムは野村が3打数3安打、はい、まあ、あの状態も本当に昨日から今日にかけて上げてきてるしね、だから本当にあのこれからも楽しみだわ、うん、日本ハムはね、はい、うん、だからまあでもいい野球、感動する野球するな、うん、たださ 1,2 回で6点取られたらそりゃいくら勢い乗っててもちょっとしらけるよな、そうですね、気持ちがね、うん、うん、だからまあそういう試合を作らないようにしてほしいなと思うね、うん、まあ、なかなかね層も熱い中でのやっぱり起用だったところでこういうことしてるとなんかもう次のチャンスはもしかしたら、いやもうないよ、かもしれないですよね、うん、もう、はい、やっぱ仕上げる、はいはい、まあ、この日ねオリックスは嬉しいニュースで、ね、山崎総一郎投手が、ああそうだ、帰ってきたんですよ、帰ってきたな、良かったですよね、まあやっぱりね中継ぎがちょっと崩壊気味になってたんだよね、はい、宇田川もあんまり良くなかったしさ、うん、まあ山崎総一郎がね、うん、まあ締めてくれると、そうなんだ、やっぱこう、いいよね、はい、うん、もうパンパンと抑えて何勝も取ってますし、まあまあそうだね、はい、まあこういう展開だったからね、まあでも中嶋監督のうまいところはやっぱこういう、少し楽な場面で、まあ、使ったというのがね、うん、まあ今後につながるかなっていうふうに思う、ね、そうですね、はい、はい、そんな試合でした、はい、はい、ということで、続きましては西武対ロッテ、うん、今井、隅田、ロッテは西野、種市、
5対3ロッテ、まあこれね1試合目はね西野がねすごい相性がいいんだよね、西武に対して負けてないというね、はい、で6回90球9安打2失点で、今井5回90球、9安打5失点というね、初回ワンアウト後友杉高部外の3連打、ポランコのフォアボール、中村佐藤安田の3連打で、まあ、一気に5点取るんだよね。そうですね、うん、それはね打てない西武初回に5点取られたらまあもう苦しいよね。でこの試合で今井がこう初回出血してるんだよね。でマーメイかなって、マーメイだったら投げれないはずなんだけどなと思いながら、はい、やっぱこうなんかどっか書いたんだろうね、ほんで切ったんだろうね、まあ、そこからの出血だと思うんだけども、なんで手当てをしなかったのかなっていうのがちょっと不思議で、まあ、初回5失点でその後もとあの投げ続けるんだけども、その後は完璧に抑えていくんだよね。やっぱボールに力があるから、だからああいうところっていうのは一拍置いてもう良かったんじゃないかなっていうね、だからすごいこう悔いが残るというか、まあ、あの西武も3点を返せるだけにね、はい、ちょっと初回の5点っていうのはちょっともったいなかったなっていうような気がするよね、はい、で2試合目、2対1、ロッテ、まあ、種市完投、9回102球4安打8奪三振の1四球1失点で、一方隅田6回3分の296球4安打4四球2失点2回佐藤俊也の犠牲フライで先制、6回は中村が2アウト1・3塁からライト前のタイムリー、まあ、この2点を取るわけだけども、まあ、西武の方もチャンスがなかったわけではない。で6回裏ワンアウト2・3塁から平沼がタイムリー、なおワンアウト1・3塁から外崎がフォアボールでワンアウト満塁、ね、で続くバッターがおかわり君中村三振、力むんだろうな、やっぱチームが負けてるとベテランでもなんとかせないかんとか。ただこの時の種市ものすごく気持ちが入ってたね、なんか気迫がこうずっと伝わったというかさ、だから見事な投球だったなと思って、で続く昼間に対してもまっすぐで押していくんだけど、これほぼ真ん中の球なんだけどもね、まあ、センターにちょっと詰まったんだよね、やっぱね、まあ、フライに終わると、まあ、チャンスはこの6回だけしかなかったんだけども、まあ、だけどやっぱこう種市の気持ちが勝ったというようなね、うん、気持ちでどんどん押していったという、まあ、それで完投もしてしまったというね、まあ、西野が前日、いや明日は種市があの続いてやってくれるでしょうみたいな言ってたけど、本当にやってくれたのよね。ロッテちょっとここに来て勢い出てきたんじゃないですか。 いい質問だね、はい、これはねやっぱね高部が帰ってきた、一昨年ぐらいの盗塁王かな。うん、でこの日も3打数3安打、まあ、1得点1盗塁というね、高部が帰ってきて3番に据えたんだよ、はい、だから3番とかこうごちゃ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 してたら、まあ、例えば佐藤俊也安田とかを7番8番に置けるようになったんだよ、はいはい、でこの7番8番にあの置いた下位打線が、まあ、結構やっぱ結果を出し始めてるんだよ。そうですね、佐藤投手は調子いいですからね。そうそう、そう、いやそれで上位に回る、うん、じゃあ上位1番打ってるのは岡が状態がいいんだよ、はい、で2番に誰を入れるか、まあ、友杉とか入れてるけども、そうです、ね、で3番に高部がいるとこれねやっぱ打線が切れなくなるよ。で今までは角中だとか荻野だとかベテランをね、まあ、起用して急場しのぎをしてたけども、はい、まあ、だけどこの2人をベンチに置いて勝負どころでっていう風になってくるとものすごいいやらしい打線になってくると思う。だから高部が帰ってきたっていうのは非常に俺は大きいという風に、まあ、見てる。確かに、はいはい、はい、ということで最後の試合、はい、ソフトバンク楽天、有原和田、楽天はポンセ庄司
なんでか知らんけど笑ってしまう。で、初戦21対0、うん、おいおいおいと、23安打、21得点、ねえだけどこれね、すごくね、紐解くと内容があったのは、23安打のうち17本がセンターから各バッターの反対方向に打ってるんだよね。だからいかに丁寧にセンターに返そうとしながら最後までボールを見て反対方向に打ってるかっていうことなんだよ。だから決してこうね、状態が良くてたまたま打ってるっていうような当たりじゃなくて、やっぱ狙って打ってるような、まあ、そんな感じがするんだよね。だから大したもんだなと思って。で、栗原が1号2号、海野が1号、ね、ホームランで言えば。で、この日今宮が4回に2本の3塁打、はい、1イニングでね。これはね、初らしいよ、プロ野球史上初。で、ホームラン2本っていうのはあったと思う。3塁打っていうのはやっぱりないわな、うん、俺も聞いたことなかったもん。だからこれは初だ。で、この日今宮4打点、栗原6打点という、もうボッコボコにされたという、楽天はね。そうですね、栗原選手が当たってきちゃったっていう、目覚めが覚めちゃったっていう、ねね、栗原が、ね、そうだな、栗原が言ってたよ、周東さん より先に、周東さんの方が先にホームラン打たれてるんでみたいな。そうですよね、だからまあ、ね、まあ、これで1号、2号出たんで。まあ、落ち着いて野球ができるかなっていうような感じがするけどもね。はい、はい、で、2試合目12対0、えみたいな、連夜の爆発ね。初回山川11号スリーラン、2回12号ツーラン、もうこれだけでも5対0なんだけども、はい、まあ2回終わって9対0。でね、これね、やっぱソフトバンクの打線のすごさって、ホームランが出てランナーがなくなっててもその後からね、またチャンスを広げるんだよ。だから初回から打者一巡だもん。これはね、怒ったね、今井監督も。庄司を3分の1で書いたから。でも和田7回102球3安打無失点、無四球っていうのがすごいな。そうですね、で庄司3分の1 36球4安打2四球5失点、ね。でね、これ俺立派だなと思うのは、21対0、2試合目が12対0、点をやらないんだよ。普通ね、ピッチャーも雑になっていいと思うんだけども、ここをきっちり投げ切ってるっていうのは、俺はすごいなと思った。まあ、有原にしても和田にしてもね、しっかり自分の仕事はするという。だから和田なんかはもう無四球だもん。3安打で、まあ、確かに楽天やる気なくなったと思うよ、野手は。まあ、それにしてもフォアボールを出したりとかしてたらさ、何してんねんと思うじゃん。いや、だけどそういうことしない、やっぱベテランらしく、ね、テンポよく投げて、ね、無四球無失点だもん。ソフトバンクは5月のチーム防御率が 1.58 っていう。いや、素晴らしいな、これやばいぞお前。やばいっすよね、もうね。まあ、交流戦どこか勝ちますかって言うけども、そんなもん言わんでも分かるやろみたいな、そんな感じになってきてるよね。まあ、それとやっぱり今日球場に足を運んだけど、やっぱソフトバンクはすごいですねっていう声がやっぱもう本当に多く聞こえた、ね。まあ、そろそろ、ソフトバンクも引かないとって言ってもね、無理だな。無理ですよね。無理だな。去年とかはね、高野採点があったらなんか負けるとか、まあ、まあそうそういろんなこと言われてましたけど、もうちょっと今年は関係ない。関係ない関係ない。怪我もしないですし。怪我もしない。ね。これはちょっと。まあそういうね、3連戦、はい、まあカードによっては2連戦を振り返ってみましたけども、さあピックアップ選手。はい。はい、巨人読み上げて。はい。巨人は萩尾。萩尾ね。はい、萩尾はね、ちょっと言いたいことがある。やっぱね、チャンスだから、ね、打つだけがチャンスじゃない。やっぱ仕事をしっかりすることがチャンスなんだよ。そうですね、だからバントやっぱもうちょっとね、まあ慶応の4番でバントの機会というのはなかったと思うけども、まあだけどやっぱりやることはやらないとね、頑張れ。ね、フェルナンデス
外野手が入ってきますから。いや、そうそうそう、そしたら誰が弾き飛ぶかっていうことだからね、はい、丸選手もね、はい、当たってますし、そうそうそう、そうなるとね、はい、ピンチになるんじゃないかと。はい、はい、中日はカリステ、カリステ、カリステは俺はソリアーノだと思ってるから、ヤンキースの一番を打ったソリアーノ、はい、でああいう匂いがするんだよ、だからもう使ったら必ず活躍するから、ね、いやもうソリアーノの話をしてやって、ね、カリステをその気にさせることが大事だと思う。乗せてね、乗せて、やっぱ乗せるっていうことが大事だから。ベンチ見てたらビシエド選手よく喋ってた、ビシエド選手も一応乗ってほしいですね、仲良く喋ってる、まあちょっとな、インサイドの振りが乗れないんで頼むわほんまに。はい、はいはい、ヤクルトは高橋奎二投手、高橋奎二ね、やっぱり自分がエースにならなきゃいけないんだというね、まあ、焦りもあるのかもわからないけども、うん、もう少し精度を伴って投げないと同じことの繰り返しをしちゃうよっていうことだよね。そうですね、今季1勝しかできてない。そうだね、そんな投手じゃないですもんね。そんな投手じゃない、受賞は絶対しなきゃいけない投手だ。はい、はい、DeNA はもう言うまでもなくオースティン、オースティン、もうなんかこうエンジン全開になってきたな、はい、今日のホームランなんかもう見事だったよ、ほらもうあっという間に上段に叩き込んでたから体元気あげてましたからね。まあ元気やけど三浦監督に聞いたよ、あれまた怪我するぞって言ったら、いや止めらんないですからねって、一生懸命やれっていうのをね、うん、だから、まあ怪我しないでほしいなとは言ってたね、はいはい、で広島は矢野選手、矢野はね、広島の野球を締めてるな、確かにね、まあ菊池もうまいから、うん、矢野との二遊間、うん、で矢野が入ることによってやっぱり野球が締まる、うん、ね、確かにね、打つ方も4打数、打つ方も良くなってきたね、本当に頑張るこのままね、はい、はい、で阪神は大山選手、あ大山、やっとなんか大山らしい仕事ができてきた、うん、ね、だからもう乗ってけ乗ってけ、もうね、いや俺はもう打てるんだって自分に自分で暗示をかけるように、うん、ね、で頑張ってほしい。あの高めがホームランになるようになってきたらちょっと怖いですよね、もうちょっとね、めちゃくちゃ怖いでしょ、そうなると多分行っちゃいますよ阪神、まあまあそうだな、まあまあだけどそのうち行くようになるから今ちょ、ね、今は貯金7ということで、はい、はいはい、でパ・リーグ、はいはい、こうなりました、はいはい、はい、日本ハムはタミヤ選手、いやもうね、もう振ればホームラン、うん、ね、小技も効くし、はい、で走っても速いし、ね、このまま日本ハムの中心選手となって、うん、まあ、キャッチャーだし、うん、ぐいぐい引っ張っていってほしいなと思うね。なんと今日の試合で規定打席に到達して3位に入りましたからね、打率が。これ可能性あるよ、首位打者、本当に。この子のバッティングセンスっていうのは相当高いものがあるから。ただ、コンちゃんが相手はな。コンちゃん、ギータ、神谷。まあ、いい勝負、ね、いい勝負ですね、そうそうそう、はい、頑張ってほしいですね、はいはい、オリックスは福田選手、あ福田満塁ホームランね、まあもう本当に献身的に一生懸命やってる姿っていうのはもう本当になんか心を打たれるというかさ、だからまあ一番打ち続けてほしいな、うん、今年はね、うん、頑張ってほしいと思います、はい、はい、西武は平沼選手、まあ平沼が一番可能性が今のところあるかなっていうような、うん、まあ、バッティングも見せてくれてるしね、はあ、まあ、このまま続けるように、ね、頑張ってほしいと思う、今もしかしたらチャンスですからね、そうで自分のタイムリーが勝ちに、ね、結びつくときは必ず来るから、はい、まあ、頑張ってほしいな、はいはい、でロッテは高部選手、高部戻ってきたね、そうですね、いやバットコントロールもいいし、まあ、走塁もいいし盗塁もできるし、まあ、だからまあいい選手が帰ってきたなっていうね、思います、頑張って、はい、はいはい、でソフトバンクは山川選手、いい加減にせよってもうね半端ないよあの振り、もう狙って打ってるからね、完璧だわ、あのホームランの2本、はあ、12対0で勝った時の試合なんか、はあ、まあ、見事だったね、はあ、まあ、山川が打点を上げると、はあ、負けないというね、もう19試合ぐらいまでいったんじゃないいや本当にこのままずっと続けるかもわからん、確かにね、はい、すごいですね、はい、はい、で楽天は庄司選手、庄司ね、3分の1で変えられる先発ピッチャーはまあ一番本人が悔しいと思うけどもね、やっぱり昨日21対0で負けてて、
今日はって思ってやったかどうかだよね。よし、ぶつけてもいいからインサイドばっかり行ってやるみたいなさ、はい、まあ極端な話よこれはね、ぶつけちゃいけんけど、あのそのぐらいの気迫で行ってほしかったな。そうですね、そんなね、相手が前日21点取ってるのにそんな簡単じゃ簡単に抑えられるような打線でもないし、まあ、だけどなんか3分の1で今井監督にね変えられるようじゃちょっと情けないぞ、将来的なエースがね。そうですね、だからもうちょっと頑張ってほしいな。エースになってもらわなきゃいけない選手ですから。そうだね、はい、頑張ってもらいたいですね、はいはい、ということで、はい、振り返ってみました。はい、ね、明日からは交流戦最後の3連戦。そうですよ、ね、まあ、ここら辺、総力戦で来るんで、はい、多分面白いゲームがたくさんあると思います。阪神巨人戦ですか。ああそうだね、はい、まあ、ここも面白いし、まあ、DeNA が広島とぶつかるし、はい、ね、でさらに5位6位の中日が来ると。そうだね、はい、だからまあ目が離せないというね、はい、まあ、そういうカードだと思うよね、はいはい、でパ・リーグ日本ハムが楽天と楽天、はい、ね、楽天がちょっとね元気がないんで、うん、まあ、日本ハムが貯金をさらに増やすかどうか、はい、増やせるかどうかだよね、うん、はい、でさらに西武対オリックス。オリックスね、まあ、西武も状態悪いからな。まだ高橋光成投手勝ってませんから、まあ、そうだな、はい、勝たないとな、勝ってほしいですね、はいはい、でロッテ対ソフトバンクと。いやこれはね面白いゲームになると思うよ、はい、まあ、状態いいしロッテが、だからここでやっぱ状態のいい時にソフトバンク止めないと、はい、しかも、ね、ゾゾマリンで佐々木朗希投手が投げると。ゾゾマリンは唯一なんかソフトバンクが苦手としてる球場だからね、はい、うん、だからまあちょっとまあこのね交流戦に入る前の3連戦、まあ、見応えたくさんあると思うよ、はい、ね、いや楽しみですね、はい、頑張ってください、はい。